皆様本日はお忙しい中瀬戸内国際芸術祭2022企画発表会にお越しいただきまして誠にありがとうございます本日は2022年4月より開催される瀬戸内国際芸術祭2022の各会場における作品計画や参加作家などの企画概要のほか作品鑑賞パスポートなどについて発表いたします なお本企画発表会はオンンラインでも配信しておおりますおよそ1時間の企画発表会となりますがどうぞ最後までお付き合いいただきますようよろしくお願い申し上げます申し遅れましたが私本日司会進行を務めさせていただきます矢作直子と申しますどうぞよろしくお願いいたします 瀬戸内国際芸術祭は2010年にスタートした現代アートの祭典です。3年に一度のトリエンナーレ形式で開催され、2022年には5回目の開催を迎えます。毎回100万人を超える来訪者がある世界中から注目を集める芸術祭です。海の復権と島の元気をテーマに掲げ、 美しい自然と人間が交錯し、公共してきた瀬戸内の島々に活力を取り戻し、瀬戸内海が地球上のすべての地域の希望の海となることを目指して開催しています。それではここで、瀬戸内国際芸術祭2022の協賛企業様のご紹介をいたします。 鹿島建設株式会社様株式会社 JTB 様昭和グローブ株式会社様 日本郵便株式,会社様株式会社ベネッセホールディングス様ホッピービバレッジ株式会社様 三井不動産株式会社様三菱自所株式会社様株式会社レクザム様 本日、ご都合によりご欠席されておりますが、カトーレック株式会社様にもご協賛いただいております。ご紹介させていただきました企業様のほかにも、ご覧の多くの企業の皆様にご協賛いただいております。 共産企業の皆様心より御礼申し上げます。 瀬戸内国際芸術祭実行委員会会長香川県知事浜田恵蔵よりご挨拶を申し上げますえ皆様こんにちは、えー、実行委員会会長をお接かっております浜田でございます、えー 瀬戸内国際芸術祭2022企画発表会の開催にあたりまして一言ご挨拶申し上げたいと存じます本日は当会場並びにオンラインの形での開催となりましたけれども皆様お忙しい中多数のご参列をいただきました誠にありがとうございます今も案内ありましたように瀬戸内国際芸術祭はアートを道しるべに 瀬戸内海の島々を巡りながら心癒される風景とそしてそこで育まれた島の文化や暮らしに出会う現代アートの祭典であります。これまで4回の芸術祭では世界トップレベルのアーティストが瀬戸内の持つ美しい景観そして文化歴史を感じながらアートや建築を展開しそれを求めて世界中から 訪れた人々とそこに暮らす人々との新たな出会いが地域の元気につながってまいりました5回目となります瀬戸内国際芸術祭二千二十二におきましてはこれまでのあるものを生かし新しい価値を生み出すサイトスペシフィックなアートプロジェクトを基本としながら瀬戸内の里海里山の隠れた資源の発掘と発信 という観点からいわゆる本土側を含めた新たなエリアでの作品展開イベントの開催を通じまして来場者の周遊の促進を図るなど地域の特色ある自然歴史文化などの資源に着目した新たな取り組みを展開することとしております本日の企画発表会ではこの後北川総合ディレクターから アートプロジェクトを中心とした企画概要、作品紹介をいただき、実行委員会事務局からは、作品鑑賞パスポートや会場アクセス、オフィシャルツアー、また新型コロナウイルス感染症対策などについてご説明をいたしたいと存じます。来年4月14日の開催まであと5ヶ月となり、いよいよ準備も本格化してまいりました。 実行委員会が来ました全力を挙げて準備に取り組んでおりますけれども、芸術祭の成功のためには、皆様方のご支援、ご努力が、ご協力が必要でございます。コロナ禍が続く中、島民の皆様や来場される皆様の安全、安心に配慮することを基本としながら、アートを通じて美しい風景や、また豊かな伝統文化に彩られた瀬戸内海の魅力を広く世界に発信し、より多くの皆様に、 実際に島々を島々を訪れていただきたいと考えていますので、ぜひともお力添えをいただきますよう、重ねてお願い申し上げます。結びにこの瀬戸内国際芸術祭2022企画発表会の開催にご協力いただきました。関係の皆様に心よりお礼を申し上げまして私の冒頭のご挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。 浜田知事ありがとうございました続きまして瀬戸内国際芸術祭総合プロデューサー 公益財団法人福武財団理事長福武総一郎よりご挨拶を申し上げます本日はオンラインでのご挨拶となりますそれでは福武総合プロデューサーよろしくお願いいたします、はい、瀬戸内国際芸祭総合プロデューサーの福武でございます本日は瀬戸内国際芸祭 2022企画発表会にお集まりいただきまい誠にありがとうございます一言ご挨拶申し上げます2010年に始まった瀬戸内国際芸祭も皆様方のご協力により来年第5回を迎えるまでになり過去4回の活動を通して国内外から多くの来場者をお迎えしまた島への移住などの効果もあり地域型芸術祭として 国内で最大規模となりました。瀬戸内国際芸祭は今までも一貫して海の復権をテーマにかけ、過度な近代化、都市への一極集中、経済変調の社会に対して、地方にこそ個性と魅力をはぐる文化が残っており、それをアートの力で再発掘し、現在化することで、地域を元気にすることを目的にしてきました。 何よりもその活動を通して私たちは現代アートには田舎をそしてそこに住んでいる人生の達人であるお年寄りの方々をとても元気にする力があることをおそらく世界で初めて確認することができましたそして現在コロナという世界的パンデミックの状況下においてこのアートの力 芸術祭の役割はより一層大きな期待を寄せられていると思います。特に気候変動、環境汚染、貧富の格差といった大変大きな社会課題が我々の前に突きつけられている現在、メッセージ性の高い現代アートに向き合い、美しい自然の中に身を置くことによって、本当の豊かさ、本当の幸せ、本当に持続可能な社会とは何かを 改めて深く考えることは大変意義あることと考えております。私は地球の帰路、多くの課題は人間の欲に基づく大量かつ不必要な消費や浪費の結果だろうと思います。多くの人たちが当然と思って歌う余地のなかった現在の金融株主資本主義や 新自由主義といった基本的な社会構造が限界に向かいつくさる見直さなければならないという意見すら出てきています。このような背景の中で来年開催の瀬戸芸は今まで以上に大きな意味を持ってくると思います。今回のコロナ禍はこれからの新しい地域やコミュニティの在り方を考える大きなチャンスであり、 瀬戸芸は、その提言は、日本や世界に向かって安心していく、大変重要な機会ではないかと思っております。最後に、総合プロデューサーとして、持続可能な瀬戸芸を実現していく上でも、まずは感染防止を含めた、安心安全な芸災祭を第一としますが、これまで同様、決して赤字は出さないという方針は、引き続き堅持していきたいと思います。 本日、ご列席のパートナー企業の皆様をはじめ、多くの協賛企業の皆様には、瀬戸芸の趣旨にご賛同いただき、ご協力ご支援のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。本日はどうもありがとうございました。福武総合プロデューサー、ありがとうございました。続きまして、 企画概要を瀬戸内国際芸術祭総合ディレクター北川フラム並びに実行委員会事務局長小川剛より発表させていただきますまずは北川総合ディレクターからよろしくお願いいたします皆様こんにちはあのようこそ えー、今あの浜田実行委員長及び福武総合プロデューサーのお話にあったように、えー、今回はその瀬戸芸の、えー、本当に原点に帰ってこの折ですのでゆったりと見ていただくそしておじいちゃまおばあちゃまの元気っていうものをちゃんとやっていきたいと思います。でこの瀬戸芸は再度申し上げますと 作品だけが何かあればいい作品の持つ力は非常にありますがそこに至るあるいはそれを皆さんにお伝えしていくということに対して非常に意識を払っていますそれが21世紀型の美術ではないかとようやくいろいろなところで評価され始めたところです。で簡単に申し上げますと アート建築っていうのをアーティストたちがいろんなことを発見してくださるだけどそれはおそらくそこの歴史あるいは生活文化そういったものを明らかにするだろうとでこれをやっていくためにいろんな人たちが関わってくださるでそれをここの現実だけが良ければいいと。 いうことではなくていろいろな人たちとやりそこのそれぞれの経験が世界につながっていく普遍性を持ちたいというふうなことを考えていましていろいろな活動をやってきましたで現地に関しては現実的にもはや社会像が、えー、自然圏を超え,え,えている島も今二つできてきてますそういう中でいろいろな企業の皆さん あるいはいろいろなサポーターの皆さんとの縁がこの地域を非常に元気にしてきてると思います。で今回のポス,はポスターはそういったことを含めてもう一度おじいちゃまおばあちゃまの元気というふうなことをやっています。で2006年から準備に入ったこの芸術祭はいろいろな意味での課題というものを将来的に解決していけばいいなと。 いうふうなことを考えて進みまして、あとはそのための強力な力になるだろう。アルタミラ・ラスコ、古来以来、人間と自然の関係がまあ、美術だったわけですね。その方法です。それをちゃんと活かしてみようということで始まりました。で、まずアーティストたちはその地域の宝、特色を発見します。これは手島の段山。 からの水が非常に豊かなその手島ですね水をテーマにした美術館これがいろんな人たちの人気になっています中にあるのは湧き出てくる水だけですそれでこの作品をその土地でやらせていただくそれは私有地もあるしいろいろな公共の場所もあるその中でお互いに交流し合う あるいはアーティストたちは勉強するそういう中で地域,地域との関係が出てきますでそれをいろいろな形でやっていくわけですがこの時にアーティストだけではなく島の人たちお年寄りたちの知恵が生きてきますこの時初めてアートっていうのはアーティストだけではなくて地域の人たちのものにもなるわけですね そしてこれをどういうふうに運営していくかというふうなことがあります。では伝わりませんその地域に来てみて海を渡る時の新しい感触あるいは土に足に帰ってくる土の、えー、弾力あるいは腐りき,、ね、きれですねそういったものを含めた五感全体に帰っていくもの。 それがいわば旅方の芸術祭とも言われてきているそういったことがありましたで、100万を超える人たちがいらっしゃり前回から世界的に瀬戸具をやっている瀬戸内は素晴らしいよというふうに外国のいろいろなところが言い出しましたこの瀬戸具をやっている瀬戸内っていうふうに評価されたことは私たちにとっての本当に喜びです つまりアートっていうのはその土地を明らかにしていくだろうというふうなことが出発だったわけですね。で、えー、今回に関して言いますとコロナ禍で移動、会会食、会話というのができなくなくりま,したまさにこの3つは人類が勝ち得てきたすごく大切なものだったわけですがそれができなくなっていくそういう中でどういう準備をするかというふうなことを考えました。 基本的には、えー、今ままでの芸術を、えー、踏襲しますでその中で今回新しいのはそれぞれの街頭市町あるいはその,、えー、その島ですね含めて本土側にもつながるような形での、えー、進め方をしようで、ね、市町がいろいろな形で主体的になっていくというふうなことを、ねえー、考えています。 殿城は迷路の街を頑張りたいあるいは小豆島町は寒華系という、えー、すごい観光地それが少し力がなくなってきてるんでそのルートに力を入れよう酒井出市は吉間ごとをつなげると同時に本土の大越地区を頑張りたい、えー、あるいは丸亀市は日本遺産登録で、ね、石っていうのが、えー、出てきたそういう意味で 本島の石と丸亀市の文化財をつなげたい田筒町は四国でも一番最初に開けていった鉄道発祥の地ですねでその町並みっていうのを見せていきたいで高松市は屋島への誘客をかなり意識的に図るというふうなこと市長の持っている計画と一緒にあるいは伴走していくというふうな考え方これが今回の 新しい動きです、えー、それでこの芸術祭は、えー、来られるお客さんがやっぱり行ってよしで迎えるこちらの人たちがやっぱり来られてよしという歓迎歓待されるそういった芸術祭に、えー、でやっていこうというふうなことで、えー、県の、えー、保健医療 あるいは、えー、岡山大学、香川大学のいろんな指導を仰ぎながら徹底したコロナ対策をやるとで現在、私が関わっているのでいうと奥能登の芸術祭が終わりましたが感染者ゼロでやりましたそういう経験というのがいろいろな形で伝わっていくというふうに思っていますで次にアジアを中心とする海外これは最初からのテーマですのでそれは頑張っていきたい。 ただ国のインバウンドの現在までの方向は欧米豪というふうな形になっていますがそれアジアっていうののチャンスがあったらやっぱりちゃんとやっていくようにしたいというふうに思っています。でもう一つの特徴はそれ前回から見えてきたわけですがサポーターあるいは島の人たちそれが Do it yourself という形で自力でいろんなことをやり始めたということを生かしていきたいと思いますで最後にこの高校実業家と書いてありますが高校の実業家の生徒たちはほぼこの県に残りますそういう人たちからかなりちゃんと一緒に作業していくということをやれとやりたいと思っていますで、まあ、そんな中ですがアーティストの選び方等に関して言うと まずの後ほどアーティストブレスで出てきますが世界ののスターたち約100人との連絡を取,り取っていますでそういう中でなんとかどうなってもやれるというアーティストは今発表しますがその他は1月を目処にして現実化していこうとで外国からどれだけいらっしゃれるかでその分もしかして削ら,削られていくならば日本のアーティストも関わると。 いうふうな形で全体で100人ぐらいを考えていますが何しろこの運営っていうものこれを含めながらいろんな形で万全の体制を作りたいそして一番ディフェンスラインを引く手前に置いてでそこからやれる範囲で増やしていくというふうな形で出発していますそんなことですが現在のところでもこの間の すご厳しい中でも一つの方向は見えてきてます。えー、研修あるいは修学旅行がものすごく増えているそしてその問い合わせがかなり多いですね。で国内でもかなり、えー、その辺は、えー、ちゃんとカバーしていけるだろうというふうに思ってますので、えー、今日は具体的には発表できませんが各アーティストが各島でワークショップを充実させます。 まあそういうアーティストアートと関わるワークショップがテーマになっていくそういうツアーを組んでいきたいというふうに思います以上でまず概略ですが中身に関して実行委員会の小川事務局長にお話をしていただきますそれでは事務局から 芸術祭2022の運営面での大変重要な事項であります、新型コロナウイルス感染症対策につきましてご説明申し上げます。芸術祭の開催にあたりましては、政府および香川県の新型コロナウイルスに関する対処方針を基本的な指針として、業種別ガイドライン,ガイドラインなどに基づく適切な感染防止対策を実施してまいります。特に 会場の多くが離島であることを十分に踏まえ、新型コロナウイルス感染症の状況を注視しながら、地元の市長等とも連携して、案内書や作品受付、イベント会場等で必要な対策を実施してまいります。なお、国などの方針が更新された場合は、適宜対策の見直しを行います。まままた島ごととの具体的な対応につきましてては別途取りまとめて 公表させてていいたただきたいと考えております具体的な項目でございますけれども、こちらに掲げておりますように、マスクの常時着用や大声を出さないことの奨励、手洗い、手指消毒、消毒の徹底、換気、保湿、密集の回避、身体的距離の確保、飲食の制限、 来場者の検温等の実施、イベント出演者および催し物前後の行動管理、ガイドラインの遵守の公表、島での有償乗車の発生時の対応等について、適切な対応を行ってまいりたいと考えております。特に9の来場者の検温等の実施と、13の島,の島での有償乗車の発生時の対応等につきましては、島ごとの 実情に応じて効果的かつ効率的な対策が講じられるよう検討を行い改めて公表したいと考えておりますコロナウイルス感染症対策につきましては以上でございますどうもありがとうございます、えー、ではサッカープロジェクトの紹介をいたします、えー、まだ場所等に関してはっきり決まっていませんが リトアニアのスタシス・エイドリグヴィチュスで、イタリアのマッシモ・バルトリーニで、サウジアラビアのマナル・アルドワイアン、でナイジェリアのソカリ・ダグラス・カンプ、南アフリカのケンデル・ギール、トルコのアイシャ・エルクメン、カンボジアのソビアット アッ,ピッチでモロッコのムニール・ファトミウガンダのドナルド・ワッスワアゼルバイジャンのファイグ・アフメットでイタリアのエステル・ストッカー日本の片岡純也・岩田桂恵江豊福良木下歌舞伎ママゴト 日比野梢さんと、えー、ダンスチームネオンイギリスのネオンダンスで各島の作品に関してお話ししますね。えー「直島はベネツアートサイトが新しい計画を考えています」えーす。少し前から始まった瀬戸内の格好資料館。 新しくできるのとしては、えー、安藤忠雄さんのバレエギャラリーの、えー、に関,か関わるいくつかの作品で杉本博さんの「えー、時の回廊」という茶室ですねができます。手島です でこのベネスアートサイト直島の計画が中心になっていますが、えー、あとは島の誕生会これは結構大きな形での続いていますがそこが主催したパフォーマンス等もできています大滝新郎さんの張り工場がリニューアルまあ新しくなりますオーストラリアからのアーティストで目島です 前回から小さなお店プロジェクトとやっていますが今回メギ島は多くのアーティストが入ってかなり力を入れた形での展開をするつもりですねで、フランスのニコラ・ダローは新作を作ったりしますオギ島ですオギ島は坂の迷路と ということで空き家を使った作品で人気が出社会像がすごく増えてきているまだ50人近い人たちが今移住のスタンバイをしている等がありますがいろんな作品をリニューアルしながら新しい作品をこういう形で入れていきます大岩大スカさんは道の一番上で新しい家をっていうか そういうい作作品を作りますすね、えー、小豆島ですここも社会像が、えー、自然源を越えたという形で動いていますが、えー、それぞれの場所で頑張っていく殿庄、えー、にはこういう作品がありますが前回と同じウェビエンナーレのグランプリの作品が来るそのほかコシノジュンコさんが 今までと違っえ形この小豆島町ですが今までと同じ流れがありますが福岳ハウスはアジア8つの国地域の組織との展覧会アジアギャラリーを展開します。管轄系ですが青木農園さんがその福田地区とつなぐための鉄と石による作品を作る。 中国のシャイアンですが大船を使って大きな、えーまあ、居住というかそういうスペースを作ります。でその他アーツその提案がたくさん来ています。大島です大島はこの活動がかなりいろいろな形でひちれ渡り、えー 元ハンセン病の患者さんたちの家族にまでの保障そういったものにもつながってきました将来を見据えてここがハンセン病の島であったその大変さそこで頑張ってきた人たちそれをオマージュした形で将来素晴らしい場所になるようなための準備に入ります、えー、河野池智子さんはそういう中で海に降りる道の 作品作りをしていますね。で,犬島,で,すで犬島は今もいろいろな意味で植物園等の検討をしているところです。で三味島ですがここは吉間五島とつないでいく。 大越地区を植物で埋めていくそういう活動でや進めています。で、本島です。石っていうものでやっていきますが、石はアジの石があったり、小豆島の福田があったり、手島の石があったり,ったりしますが。 石っていうの,ののテーマでシンポジウム等を開いていこうと思っていますで、これは本島に加わる作家高見島ですね で、えー、島の内部あの中も充実しますが、えー、本土の街並みっていうものにつなげていくという活動に入ります阿波島です阿波島は海洋、えー、記念館がもうじきリニューアルされますが、えー、日々の克彦さんを中心とした いいろろな展開を今準備しているところです伊吹、えー、島ですが、えー、いろいろなあ、まあ、人が相当減っていくその家が持っているいろいろな備品家具そういったものを集めた形での展示をできるようにするその他インドネシアのアーチ育ちが加わっていきますがこれはその。 重機備品を集めていく空間を設計する、えー、ロシアと日本のユニットですねでインドネシアの作家ですで高松港です高松港は食のプロジェクトを力入れてやりますがここでは屋島というものをちゃんとやろうと、えー、四国村では、えー、インフォメーションを含めた、えー、形での入り口のリニューアル 等をやっていますで、農村部隊も相当使われますあと山頂には、えー、コンペで選ばれた建築家による、えー、ものの中にはいわゆるジオラマですね180度周りが全部、えー、絵が描かれて狭いは全部具体的な人の動きが見えるほん本格的な100年前に世界中で流行った 立体ジオラマこれを星名豊美さんの指導の下でやっているこれは結構話題の施設になると思いますあとはクジラが登場したりするわけですね農村部隊はここで課題のプロジェクトも関わってきます。宇野駅ですね は今まである作品のほかにいろんなホテル等ができてきてそことええ港がうまくつながるような形でこのウィム・デル・ボワっていうベルギーの大アーティストですがそういう人等が参加するという形です。あとは「海遊」という形であのいろいろなあのパフォーマンスその他が動いていくと。 いう形になりますねで今回ここではあの設定名できませんでしたが先ほど申し上げたようにいろいろなところでワークショップ等をやりながらやっていくそういうふうな形で考えています。で以上先ほど申し上げたように作品は今までの流れの中で本土とのつながりをやりワークショップ等を関わりながらやりますがとにかく 海の復権というテーマの下で行ってよし来られてよしの芸術愛を目指そうというふうに思っています、はい、失礼いたします改めまして事務局から作品鑑賞パスポートなど運営面についてご説明申し上げますまず 作品鑑賞パスポートです、えー、芸術祭の会期中に作品や施設を各1回ご覧いただけるお得なチケットとなっております、えー、なお地中美術館や手島美術館その他一部の作品やイベントは別途料金が必要になります価格は全会期を通じて使える3シーズンパスポートが5000円で前売り特別価格は4000円としていますまた春夏秋 それぞれぞの会期限定パスポートも各4200円で販売を予定しております。今回は従来の紙のパスポートに加えまして新たにデジタルパスポートを導入することとし本日からデジタルパスポート限定で3シーズンパスポートを先行販売いたします。デジタルパスポートの専用アプリは芸術祭の公式ウェブサイトの 作品鑑賞パスポートのページを経由して、アップストアまたは Google プレイからダウンロードしていただけますので、ぜひご利用ください。次は会場の島へのアクセスについてでございます。航路事業者のご協力のもと、芸術祭の会期中、既存航路の増便や通常は直接渡ることができない島同士を結ぶ臨時航路の運行によりまして、 来場者ののの皆様の利便性の向上を図ってまいりますますた、乗船定員の多いフェリーでゆったりと船旅を楽しんでいただくとともに、乗船券の販売窓口などでの混雑感を図るため、豊島や直島など5つの島を結ぶフェリー6航路限定3日間乗り放題券を販売することとしております。価格につきましては 決まり次第お知らせいたします次に来場者への情報提供についてでございます公式ウェブサイトにつきましては来年4月14日の開幕に向けまして様々な情報を集約し5カ国語で総合的に発信してまいりますまた島々の歴史や文化なども盛り込んだ読み応えのある公式ガイドブックを発行するほか 作品一つ一つの情報や作品までのルート案内などの機能を搭載した公式モバイルアプリを無料で配信する予定でございます次にオフィシャルツアー等についてでございます来場者の皆様に芸術祭をより深く楽しんでいただけるようガイド付きの各種ツアーを再興いたしますオフィシャルツアーではアート作品を中心に巡るベーシックツアーと 環境や食、教育などの特定のテーマに沿って実施するスペシャルツアーを再行いたしますベーシックツアーにつきましては従来の高松港発着に加えまして新たに岡山側発着のツアーを再行することとしておりますこの他に個別のご要望に基づき企画実施するカスタマイツアー それからディレクターの私にもありましたけれども学校の課外学習や企業の研修こういった方々を目的としたスタディツアーも実施いたします次にボランティアサポーターについてでございます企業団体ボランティアサポーターとして企業や団体単位での募集を行っていますので地域における社会活動の一環として参加をご検討いただきますようお願いいたします また、恋人隊につきましては、島が好き、アートが好き、芸術祭を手伝いたいと思っている方でしたら、どなたでもご参加いただけます。詳しくは、恋人隊のウェブサイトをご参照ください。それでは、世界中のサポーターから、またアーティストから、メッセージが届いておりますので、お届けいたします。 我是 momo 我参加了二零一九年的小虾队。就是因为疫情的关系，二零二零年的时候就是再没办法安选啦、啊，就希望我哋可以好快见面啦。You、hey, know,、well, let's all work hard together, join Kuebi, and have fun with the islands, the art, and making new friends. Hello, <so> everybody. h e s p è r e que vous allez bien. I'm from、uh, Indonesia. 我是王文志，来自台湾。Oh. <laughs> In my studio in Vienna. Good morning from Berlin. Hello uh, from uh, from Brussels uh, in Belgium. And uh, this idea I developed last two years ago along with the pandemic. Time is not the same sea anymore. There are unexpected currents. As a global experience, art has a role to play, I would say. Please go back to share this amazing world together. And probably today, art is more necessary than ever. Hi. これは10月17日に世界26カ国32人のアーティストのライブでアーティストブレスットをやりましたで80人を超えるアーティストたちがテキストも寄せてきていますこういったアーティストたちと瀬戸芸のやり方を今検討している最中ですねでサポーターの人たちも8000人を超えてた時期がある今は少し抑えてますが 皆さんが瀬戸芸ににに参加すするえそういいったことを本当にあの心待ちにしていますで瀬戸芸はもともと海の復権おじいちゃまおばあちゃま島の元気ということでやっていましたができるだけ通年化していこうということを目標にしています。でえなおかつ今度は特にやっぱり今までは多くの人たちで来られて大変でしたがゆっくりと回っていただけると。 いうふうなことをあえて、えー、この時期から意識していきたいと思いますで、多くの人たちと行ってよし来られてよしの、えー、瀬戸芸をやっていきたいと思います皆さんのご協力をお願いしますどうもありがとうございました北川総合ディレクターありがとうございましたこれをもちまして 瀬戸内国際芸術祭2022企画発表会を終了させていただきます。オンライン配信でご覧いただいた皆様、最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。